ホルヘカンポスは、メキシコ、ゲレーロ州アカプルコ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは、ゴールキーパー、フォワード。交渉身長は175センチメートルだが、168センチメートル説、165センチメートル説も、ある。小柄だが高い身体能力で、メキシコ代表でも活躍し、ワールドカップにも1994年、 アメリカ大会と1998年フランス大会にレギュラーとして出場。決勝トーナメント進出に貢献した。また、フォワードでも試合出場経験があり、アンアム時代にはキーパーと兼任しながらチーム最多となる14得点を挙げたこともある。1996年6月16日、サッカー選手としては前代未聞のダブルヘッダーをやってのける。 メキシコ代表として US 杯に出場したカンポスは30分後にはロサンゼルスギャラクシーの一員として試合に出場。しかも後半25分からは FW として出場した。自らデザインしたカラフルなユニフォームがトレードマークであった。しかし1998年フランス大会において自分がデザインしたユニフォームの着用が認められず、 フィールドプレイヤーと同じユニフォームで大会に臨んだこともあった。2004年に現役を引退して、ウーゴ・サンチェスの下でメキシコ代表のコーチを務めたこともあった。また、メキシコ国内ではサンドイッチチェーン、スパートタスを経営している。メニュー名は、ペレ、マラドーナ、ジョーダンなど、スポーツ選手の名前が付けられている。2014年、ブラジルワールドカップ現地解説を務める。 ありがとうございます。